こんにちは。ご視聴いただきありがとうございます。タイトルとサムネイルを見ていただいたらわかるかなと思うのですが、この度第2子を授かりました。現在は安定期を迎え、妊娠8ヶ月になり、妊娠後期に入って体調も安定しています。出産予定日は4月下旬です。予定日通りに行くと、息子がその時には1歳8ヶ月で、2学年差の年子ということになります。性別はもう分かっていて、また別の動画でご報告できたらなと思っています。ここからは妊娠中のことを少しお話ししていきたいなと思うので、つわりのことも含まれますので、耳にしたくない方はここでストップしてくださると幸いです。今回のつわりが食べづわりで、空腹を感じると吐き気がしてしまうっていう感じだったので、空腹を感じる前にちょこちょこ食べるっていうのを繰り返していました。とは言っても、食べても食べなくてもしんどい感じで、食べれても少量で結構気持ち悪くなっていたので、つわりで体重は妊娠前から3キロぐらい落ちました。つわりはアエトの時に比べると軽く感じたんですけど、第一子の時と違って、アエトの育児をやっぱりしないといけないので、もうそれが結構きつくて、病院で吐き気止めを処方してもらいました。吐き気止めって言っても、食べ物の消化を早める薬みたいで、飲んでも結構どうしても戻してしまう時もあったので、めちゃくちゃ効果があったかって言われるとわからないんですけど、気持ち悪い時は気休めに飲んでました。つわり中はしんどい時はもう自分のお風呂もサボったり、ご飯作る元気とかもなかったので、夫にはごめんねと思いながらも、外食してもらったり出前してもらったりして、ちょっと助けてもらってました。つわりのピークの時はもうアエトの育児もままならなかったので、実家に泊まって母にサポートしてもらってたんですけど、実家に泊まっている時にコーヒーの匂いが結構気持ち悪くて、トイレに駆け込んだこともありました。自分の家ではコーヒーを豆から引くこととかないので、もう匂いの気持ち悪さにびっくりしました。ここから私がつわり中に食べやすかったものを紹介していきたいなと思います。主食系でいうと、トーストにいちごジャムと練乳をかけたやつをよく食べてました。あとは冷凍の市販のグラタンとか、パウチの梅のおかゆ、普通のおかゆより梅が入ってることでさっぱりして食べやすかったです。あとクノールとかの即席のポタージュをよく飲んでました。あとはやっぱりさっぱりしたものとか、スルスル入るものが食べやすいので、ビダーインゼリーだったり、アロエヨーグルトだったり、あとバナナとか、あとはフルーツですね。秋頃のつわりだったので、シャインマスカットとか柿とか梨とかよく食べてました。飲み物はリンゴジュースをよく飲んでました。前回の妊娠の時はよくガストのサラダうどんをウーバーイーツで頼んで食べてましたね。前回は妊娠中が冬だったので、いちごとかもよく食べてました。あとは無印のなんかネバネバスープみたいなやつがあるんですけど、それもよく飲んでました。あとやっぱりトマトとかも食べやすかったですね。つわり中って結構歯磨きで気持ち悪くなって吐き気がするっていうのがあるあるかなと思うんですけど、今私がマウスピース矯正をしていて、毎食後に歯磨きをしないといけなくって、歯磨きの回数が普段より多くこまめに歯磨きしないといけないので、マウスピース矯正とつわりの相性が悪すぎてもう最悪だったんですけど、歯磨き粉によっても結構吐き気のひどさが違うなと思ったんですけど、ノニオの黄緑の味の歯磨き粉
は比較的吐き気がマシだったような気がします。それでもやっぱり歯磨き粉の味が口に残るのが気持ち悪かったので、ミンティアの200円くらいするちょっと大きいやつのぶどう味といちご味とかを食べて口の中をすっきりさせてました。座り中はどうしてもやっぱりさっぱりしたものとかばっかり食べて栄養が偏るからなのか、一回今回の妊娠中に寝起きにトイレに行こうと思って立った時に貧血なのか何なのか分かんないんですけど意識が遠のいて一回後ろにぶっ倒れたことがあって、もうやっぱり取れる範囲でしっかり鉄分とか栄養とか取らないと危ないなっていうのは感じました。安定期に入る頃くらいにはつわりも落ち着いて、つわりが終わってからは食べる量も結構がっつり増えちゃって、夫にもびっくりされるぐらい食べたりして、あと間食にハマってしまって、毎食後に必ずお菓子、ポテチとか、まあ、甘いものとか食べるのが習慣になってしまって、体重管理っていう妊娠中の体重をグラフにしてくれるアプリがあるんですけど、増えすぎていて今一番上をたどっているところなので、もう少しちょっとヘルシーなものに置き換えたりしないとなと思っているところです。妊娠線についてなんですけど、お腹も一人目の時に比べると大きくなるのが結構早いなって感じていて、保湿とかして対策はしているんですけど、妊娠線は一人目の妊娠中に結構がっつりできてしまっているので、まあ、今回もできてしまうかなって思って結構諦めモードではあります。一人目の妊娠の時には32週ぐらいにちっちゃい妊娠線ができて、もう34週くらいからノンストップで妊娠線ができた感じです。分娩方法についてなんですけど、前々回の検診までずっと逆子だったんですけど、前回正常な向きになっていました。まだまだ赤ちゃんは回る時期みたいなんですけど、逆子のままだとやっぱり帝王切開とかも視野に入れていかないといけないなと思っていたんですけど、前回正常な向きになってくれていたので、このまま行けば今回も無痛分娩で出産予定です。アヤトがどんなお兄ちゃんになるのかなとか、そういう楽しみも第2子妊娠で感じています。今しかない3人家族の時間を大切に過ごしていきたいと思っています。今回の動画はここまでになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。